知恵役の柳美希と申します。変なキャバ嬢が迷い込んだわけではありません。本日はよろしくお願いします。柳の知恵は一番着替えてるんですまあ役ももちろんそのただのこういう派手な女の子で、なんかどうせチャラチャラしてとか見た目想像つくと思うんですけど、まあそうじゃないよっていうのも踏まえつつ、あのぜひ柳の七変化をお楽しみくださいという感じで、何かに対して一生懸命生きるとか、誰かのために一生懸命生きるとか、なんかすごく今の時代にもすごく必要なものというか、この舞台を見て何か感じ取って、他の人にこう見た人が見てない人にあげれるような、そういう舞台になってるんじゃないのかなと思いました。はい。毎日会えなくたっていい。ボクシングしてるときは私のこと忘れていい。ただ心だけつながってればいいんだ。そんで試合が終わったときに帰ってきてくれればいい。私のとこに帰ろ。皆さんこんにちは。知恵役を務めさせていただいております柳美希です。はい、始まりましたね。いやー、なんか稽古が始まる前というか、ビジュアル撮影をしてからこの初日までが本当にあっという間ね。でも無事に幕も上がって、今無事に降りたところでございます。そうですね、知恵は結構その見た目がやっぱ派手なので、まあ、見てもらうとすごく分かりやすい女の子なのかなと思うんですけど、その中でも芯の強さだったりとか、その相手を思っての行動だったりとか、相手のために動けるっていうのはすごく本当に素敵な子だなって思いました。はい、とんかつ屋さん、とんかつ飲食店、飲食店、あと教師と、あとはボクサー、消去法でとん、あ、じゃあ教師はきっとうまく教える自信があるからなしで、プロボクサーは辛いし痛いからなしで、とんかつ屋さんでやっぱあの割とバイト経験もあるんですけど、その飲食というかその接客もすごい好きだし、いろんな人が毎日いろんな人が来るのも本当に面白いし、やるならとんかつ屋さんかなって思います。多分大きい声でいらっしゃいますっていう、とんかつロック、題名からは全く想像できないような、本当に見てよかったって思えるような素敵な、その人情あふれる熱い生き方が見れるんじゃないかなと思います。ぜひ劇場で見ていただきたいです。知恵の着替えの回数にも注目です劇場でお待ちしております。バイバイ。